どうも、こだまるです。きーたろです。池崎リヒト調査報告会。はい、今日は INI のデビューメンバーである池崎リヒト君について調べてみたので報告したいと思います。まず池崎リヒト君は、まあ、JO1 の順基と同じ大学出身、出身っていうか、うん、今も在学中なのかな、うん、あと福岡からねわざわざ多分上京してきたんだよね。で、写真が公開された段階で元 X1 のハンギョルに似てるって言われてて、もう確かに私もね、ほら元ってかウォギじゃん元ってかウォギじゃん今もそうじゃん、うん、だからやっぱハンギョルって聞くと反応するよね、そりゃ、うん、なんかね、そう見たわ、そういえばと思って。そうだ、なんか我々も割と結構最初の方の動画でなんかそれ話題にしたことあったよね、うん、うんうん、似てる似てるって思ったもんね。ね、思った。リヒトの一問一答で気になったやつが、まあ、まず応募した理由について答えてたんだけど、なんかさ、みんなさ、ちょっと緊張してんのかな、こういう時。なんかさ、うん、雄大もちょっと様子おかしかったけど、リヒトも前回のシーズン1さんのってなんかわざわざすごいさん付けしてて、いや同じとこメモってた、うん、うん、なんかすごいナチュラルに言って別に訂正もしないし可愛いよね、そういうところ。そうそうそう、シーズン1にさん付けるなんてねあとキャッチコピーも福岡県産濃い口醤油、どういうことなのか全然わからんキャッチコピーであれなんかな、もう顔が濃いからってこと。あー、濃いって言われてんのか。うん、まあくっきりはしてるよね。なんか別に濃いと僕はあんま思わないけど、いい顔だなと、うん、そう、私もね、濃いとはねあんまり思ったことないかな。まあはっきりはしてる、うん、同じこと言ったねまあ、多分 お互い多分好きな顔だからじゃない、俺ら、うん、ああそうやな、なんかハンギョルに似てるってのもあるしね、うん、そう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 、そうハンギョル慣れしてるからさ、うん、そうなんよ。あとさ、このプロフィールのさ特技とか見ていくとさ、結構多彩じゃない、うん、楽器ドラムとか、うん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 、ギター弾き語りとか、まだなんかさそこら辺の特技みたいなのはプルではね見えてこなかったとこじゃん。そうだね、そうそうそう、だから今後 INI で活動していくうちに絶対こういうところで、ね、披露してくれるんじゃないかなと思うのが結構期待かな。そうだね、ドラムとかギターができるってことか。うんうん、あとまあちょっと気になるのがプチ自慢でまさかの高3は坊主頭だった、これ自慢なんだねこれ新しい自慢だよねこれ確かにそれあそうですかとしかちょっと言えないよねなんか野球部とかそういうことでもなくただ坊主だったんかな、なんだろうね、うんうん、あと1分間 PR はマシュマロを口にねパンパンに詰めて15個詰めて意気込みを語りたいと思いますって言って詰めるじゃん。その後さ、詰めすぎて喋れなくて全然語れないまま終わるやつ、もうすごい癖強っと。そう、なんか俺多分ね当時見てなくて、今回このリヒト調べて初めて見たんだけど、これを、うんうん、そう、もうなんかだって1分間 PR なのにさ、そのマシュマロ15個入れる時点でもう残り10秒だったよねで、ふがふが言って終わってよそうそうそう、ほほ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 みたいな感じで何も聞き取れなかった。うん、本当に、うん、なんかちょっとやっぱさ、ちょいちょいおかしいよね様子が、リヒトって。いやそうなんよ、いやなんかでもそこが多分なんかリヒトの沼なんかな、うん、うんうん、てかそもそもうちらがさリヒトいいってなったんは歩数計のやつじゃない。そうだ、テコエと一緒にやって。そうだね、そう、その時はまだテコエの方にしかまだ注目私たちしてなくて、見たらリヒトの方がうるさいテコエよりっていうなんか驚きがあったよね。あーそうだ、なんかクレイジーなやつがいるみたいな感じだったよね。そうそうそう、結構なんか T ラップでね、うん、プールな感じのイメージが強かったから、あれでちょっとなんか本性を知ったみたいな感じだったもんね。そうそう、てかリヒトはさ未公開の方がはっちゃけてない、正直。あーそうかもそうかも、本編っていうよりかはね、なんかそこで知ってなんか結構沼にはまっていくんかなっていう感じでね、うんうんうん、あとオンタクト、最初のさオンタクトで最初披露した自分で決めた曲なんだけど、ラップやってたじゃん、うん、すごいさ、結構まだなんかラップって完成してなかったよね、なんかラップって感じじゃなくなかった。そう、なんか不器用な感じじゃなかった、そう、 歌なのか何なのかっていう感じだったよね、もはや。なんかさ、あれめちゃくちゃ癖にならない、聞いてるとなんか歌詞ちょっと棒読み気味なんだけどでもなんかすごい聞き取りやすいじゃん、でもうんうん、そうそうそうはっきりは聞こえるよね。そうそう、なんかあれでも本当コメント欄もめちゃくちゃ面白かったよね、うん、てかリヒトの動画全部コメント欄面白いんよ
そうなんだ。そう、なんかね、ずっと左手添えてたじゃん、前。なんか左手ずっと空中にさ、そう、なんか不思議ないよね、リヒトって。でもまあ、あとそれで本当に未経験なんだなっていう、私もね、改めて思いましたよ、これ見て。あと本編で、あの最初のさ、再評価テストで未経験ながら必死に踊ってたら、中曽根先生がさ、いいぞ、なんかお前はいいぞ系の違反なダンスしとるって言われてから、そう、なんかさ、健三さんももはやさ、未経験に武器にするとやめなみたいな、そうそうそう、コミみたいなのさ入れてたじゃん。そこからあのリヒトファンの中では違反ダンスっていう伝説のさワードになったらしくて、なんか動画とか探せば違反ダンスめちゃくちゃ出てくるんよね。そうだね。うん、あれ面白かったら、だってさ、あれなんかもうできなくてさ、なんか後ろ振り返った瞬間髪の毛かき上げるじゃん。あれがめちゃくちゃ好きなんよね。うん、かっこつけちゃうそこで。そう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 、もう髪の毛かき上げる暇なんかないはずなのにね。うん、溢れそうなって、結構リヒトもだいぶ結構いい感じだったよね。うん、リヒトも割と溢れそうなだったね。うん、でさっきも言ったけど、リヒトはあの未公開シーンで他の練習生と楽しんでる感じがすごい面白くて、なんか性格的にもやっぱムードメーカーなんだなって私は未公開でよく思ったし、で本編ではさ、ちょっと特に後半だけど少し繊細な感じの目もあったじゃん。うんうんうん、あのコンセプトの時ね。だからそのさ、いろんなリヒトが結構見れたっていうのは、特にコンセプトでちょっとなんか支えなきゃっていうのもなったのもあるし、なんかそれがなんかより後押しになったんだろうなって感じがするな、今回デビューにつながったのは。うん、確かに、あ、そっか、リヒトコンセプトでリーダーだったもんね。そうそうそう。うん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 、でしかもさ、ステージは結構印象的なフレーズリヒト結構やってるっていうか、多分リヒトの声が印象的だから、うん、結果的に印象的な感じになっちゃうよね、リヒトのステージって。わ、うん、かる。リヒトの放つフレーズとかね、結構ずっと記憶残るもんね。そう、うん、夢は描くとかね。うん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 、なんかあの、私はドスコイ好きじゃん。ドスコイのさ、仲間の思い無駄にはできないも大好きな。確かに確かに。あれなんか当時から言ってたよね。そう、そこのな、やっぱなんかグースバンプスのところもだし、うん、なんかいい見せ場をね作ってくれる上に、うん、そのドスコイから金髪にしてビジュアルもすごい良くなったじゃん。うん、黒髪リヒト もちろん好きだけど、ぶっちゃけ金髪のリヒト最強じゃない。そうなんよ、もうなんか金髪しかありえんって感じになってしまったもん、あれ見てから。でしかもさ、そのフレーズもビジュアルも仕上がって、フレーズっていうかステージもビジュアルも仕上がってきた上にダンスも上手くなってきてるから、うんうんうん、なんかさ、その成長みたいなところって、雄大くんがよく、私たちはよくさ、雄大くんをフューチャーしてたけど、実はリヒトもめちゃくちゃ成長してて、なんかリヒトなんか気づいたら上手くなってたって感じだよね、私たち的には。わかる。リヒトなんか初心者のイメージもうないもんね。初心者だったイメージが、うん、そう、もともとない。でもよく考えば違反ダンスもしてたし、ね、そうそうそう、なんよ、そうなんよね、意外とね。うん、そう、調べたら、あ、本当に未経験で、あ、触れそうなしてたんだっていう感じだよね。うんうんうん、でリヒトの掲げた公約が、描いた絵をグッズ化します。この描いた絵をっていうのは、リヒトはでも絵うまいもんね、なんか特徴癖のあるっていうか。なんかさ、あれだね、こうやって見るとさ、プロフィールにも特技、似顔絵描くのが得意ですって書いてて、これ特技だったんだね。そうそう、でも確かになんかね、こういう絵を描く人ってちょっと見たくなるよね、うん、いろんなの。なんかミルルンの絵に似てない、ちょっと。っていう話もなんかした気もするけど。ねえねえ、確かに確かに似てる。あと INI でデビューしてからのリヒトがまあどんな感じになるかなと考えると、まあうちらはさ、ポジションみたいなの考えたらクールっていうポジションをつけてたけど、うんうんうん、まあ性格はさ絶対違うじゃん、もともと。まあなんかムードメーカーの一人にはもちろんなるだろうなっていう感じはするし、音楽面のポジションで言うと、まあやっぱりラップ担当そのままやりそうだよね、リヒトは。うん、しかもリヒトの声ってパンチあるから、なんかすごいいいフレーズもらえそう。そうだね、キラーパートだよね、きっとリヒトのとこは。うん、うん、てかリヒトは多分ナチュラルにキラーパートにしてくる系の人だと思う。うん、ああそうだ ね、どんな言葉でもね、リヒトの声だったらね、そうなるって感じだね。うん、いや本当に私グースバンプスで好きなとこ全部リヒトでマジ震えたから。そう、あと俺はもうランウェイのパラレルワールドの中、ちょっと真似できないんだけど、うん、そう、あそこがめっちゃ好き。うん、うん、なんかそう、だからなんか、ね、いろんなリヒトのやつを聞いてみたいっていうか、リヒトだけのやつをなんかの企画でやってくれてもいいなとすら思ったし。あ、確かに確かに。そう、なんかそれぐらい、そのラップすごい上手くなったら、めちゃくちゃいいラッパーになる気がするんよね。うん、いやだって、まあムーダにもできないの時点で私はもうさ、いいラッパーだと思っとるから。そうだね。うん、そうだよね。
なんならそうだ、そっか、もう、しかもさ、一番最初のなんかイケボーみたいなのも1位だったよね。練習生か選ぶ。うん、うん。うん。なんかイケボー1位か、ふーんぐらいに思ってたけど、よくよく考えれば、そう、なんかそのイケボーに惚れとるやん、私って思っとるもん、結局。確かに確かに。うん。うん。やっぱなんか、いい声って楽曲にとっては大切なんだね、やっぱり。うん。だって声はさ、なんていうの、歌唱力はまあ練習したらある程度はってなるけど、声ってもう天性のものだからさ、うん、あ、いやいいよ、いいもの持ってるよね、リヒトは。そうだよね。てかまあリヒトマジでデビューできてよかったよね。いや本当、だってうちらそうだね、どっちもさ、あの11人のデビュー予想には入れてたけど、まさか本当にデビューするとはね。そう、ほら、お互い好きだったからさ、入れてはいたけど、うん、まあ半分大丈夫かなって気持ちもあって、ほら、あのちょっとお騒がせの面もあったから。そう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 、本当だよね。うん、あ、今思えば確かにそうだね。すごいね、みんながでもそう思ってたんじゃない、やっぱり。そういうことだよね。うん、同じよ、我々と一緒やったんよ、気持ちが。うんうんうん、なんで大悟と連打落ちたまだ言うまさかのここで。いや、しかしね、リヒトはね、調べれば調べるほどなんかムードメーカー感っていうか面白さがさ、やばくて癖強いよね、めちゃくちゃ。いや、そうなんよ。なんかね、こう沼っぽい、本当にリヒトもね、なんかどんどん知りたくなるし、どんどんいろんな面を見たくなるっていうか、これからね、 INI のメンバーと絡んでくるのがすごい楽しみ、いろんなメンバーとね。